おはようございます、本日はですね、今から京都に行きたいなと思います。京都に行く用事は別に僕の用事じゃないんですけど、横に座ってるはずの、あれ嫁はいてないということで、今現在は嫁のために京都に行くんですけども、その嫁を待ってるという、夫婦のあるある状態ですね、嫁さんを旦那が、車を、回した状態で待ってるというような状態になっておりますので、また嫁が来てからオープニング撮りますね。はい、ちょっと待ちを。 OK ですか。はい、それでは嫁が来ました。今から今日は何のために行くんですか。はい、では今日の動画のタイトルは、嫁の美容室のために京都へ送ってみたというタイトルになってるかもしれませんが、多分違うでしょう。そんなタイトルでは誰も見てくれない。では、京都に行きたいなと思います。まず美容室行って飯食って貼るだけやな。で、君が美容室行ってる間に俺はな、ちょっとな、ユニクロ行ったりとかな、何やかんやしやなあかんから、ちょっとやっていくわ。まあ久々の夫婦のお出かけ Vlog になるかもしれませんということで、行ってきたいなと思います。では行ってまいります。はい、お願いします。無事到着しましたね。あと15分ぐらいからまあ間に合うやろ。土曜日に来んの初めてかもな。うん、俺も土曜日に来たことないもん。いつも平日だもんね。うん、おかげでなんかようわからん人もおるし、車もなんか秋も結構あるしで、どういう髪型にすんの今日は。もう坊主カラーして、おしゃれ坊主にして。お前やんな、ツーブロックがいいんやろ。そうだよ、いや言うてたやん。そうだし、ほらちょっと今ビフォーアフターで撮っといてあるわ。いや今日仕事終わりのボタボタ頭じゃん。どっちかって言ったら結構あれなんかな、うん、この後ろを短くするんかな。うん、そうかもしれない。あともうちょっと髪色今ダサいから髪色を変える。カラーは何、明るめ。うん、迷ってる。もう明るくその時間ないから、もう今日は普通に一色黒く。オッケー、ほんなら、じゃあ俺その間にちょっと買い物とか行ってくるわ。で、買い物して、うん、で、終わり次第ちょっとお世さんのとこ向かうから、うん、まあちょっと挨拶するぐらいな、うん、だからもしかしたら間に合うかもしれんけど、間に合うかって許して。うん、なんかまあ間に合ったら間に合ったで、それはそれで俺嫌やねんで。だって会計俺のとこ持ってこられんねんもん。女の人いつも確かに俺何も言ってないの、俺のとこに合算して持ってこられんねんから困んねん。つけといてくださいって。当たり前のように持ってこられないから困んねん。俺一切髪の毛何もしないのに、はいって言って渡されて、あ、じゃあこれでって言って払わない。で、みんなとね、自分で払いようとも言わないしね、さっきは。うん、そりゃそうやん。ああ、待って、あ、そう、ずっと当ててくれるもんね、いつも優しい。よく言ってるやん、なんかさ、うん、いつも俺がやってるけどさ、うん、見返りは何って言ったら、嫁が綺麗になることが一番嬉しいでしょって俺に言ってくるやん。まあそういうことやんな。嬉しいでしょ。世の旦那さんどう思いますか。嫁ですよね。ちょっともう夕方やから暗いな。うん、暗いね。今日はちょっとあれちゃうか、あの新しい京都をご紹介できるんちゃうかな、俺のチャンネルで。あ、そうな、いつもちょっと明るいからさ、ちょっとムーディーな京都を。ほな、じゃあ行きましょう。まず俺ユニクロ行くから。歩きましょう。はい、行きます。去っていく嫁なのだった。時間がですね、あ、4時28分やから急いとってんな。まあ、こっからやったら多分1分か2分ぐらいなんで多分間に合うでしょう。まず僕はユニクロ行きましょうかね。結構人おるんですよね。あ、もう見えんくなった、行っちゃった。実は今からですね、ちょっとユニクロ行く前に忘れたんですけど、今ここに行くんですね。予約してたんですけど忘れてました。ギリギリかな。
ましたね。途中寝そうなったな。危なかった。うわ雨降ってる。うわ人も多いな。ほんでちょっととりあえず今からはユニクロ行きましょうか。先にさっき忘れてたから行くの。じゃあ行きます。はい、スウェーダー買ってきました。じゃあそして今からはですね嫁のとこ行きたいなと思います。多分1時間半ぐらいしたからちょうどいいんちゃいますかね。はい、それでは久々に iPhone のインカメで撮っておりますが、ちょっと手ぶれがしてて画像が汚いと思いますがお許しください。嫁さん、はい、わかるかな。結構暗めになって後ろバッサリして、うん、その思ってた通りちゃう。うん、すごいいい感じ。かわいい。さすがおせさん。さすがおせさんだよ、本当に。また年内にもう1回ぐらい行って、うん、最後さっぱりして、うん、年越しを迎えるという形でよろしいでしょうか。そうなんです。後ろも思ってる通りの短さになってる。うん、またやっぱり撮る。うん、なんか写真にあるんやったらこの辺に写真載せてるかもしれんし。あ、ほんとすごいドアップじゃん。これじゃあモザイクが腰でも見えちゃう顔が。え、うん、すごい良かったしね。良かったしね。このために京都わざわざ来てるからね。そうね。ほな、じゃあこの後はご飯食べて帰りますか。うん、帰りましょうか。よし、もう GoPro も忘れたことやし。そうね。うん、じゃあ今からは、おせさんのおすすめのお店3つぐらい教えていただきましたが、その1つに行きたいなと思いますので、はい、レッツゴー。はい、じゃあ乾杯。乾杯。サングリアのジンジャーエールです。あっちの上でオーガニック、オーガニックジンジャーエール。I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. はい、ということで車に戻ってきて無事 GoPro を救出しました。これでやっと今まで見てもらった皆さんの映像と同じになったと思いますが、先ほどまでは iPhone で撮っておりましたということになってますので、そんなことはどうでもいいということで、どうでしたか。え、なんかいっぱいありがとう。何？え、なんかご飯出してくれたりして。ああ、徴収するよ後で。あ、じゃあこれもカットして。はい、どうでしたって。うん、いや、可愛くなったよ。ちょっと 見せる 見てもらう。まあいいか。まあいいよ、うん。まあ、ほんならじゃあまた年末ぐらいに行って、うん、今日の料理はどうでしたか。いや全部美味しかった。うん、あの2軒目のイタリアンがうまかったな。うん、最高にうまかった。うん、ということで終わりでいいですかね。はい、終わりにしましょう。はい、ということになっておりますので、嫁は美容室で綺麗になって、僕は、マッサージでリラックスできたという一日になっておりましたので、この辺でお別れしたいなというふうに思います。では皆さんごきげんよう。ありがとうございました。最後は朝倉未来風ごきげんよう。みんなですね、わかんないけどごきげんよう。ブラブラ大阪から福井の方まで歩いてきたんですよね。あ、すげえな。黄色着てみる。で、右側がファッションというかアパレル関係らしくて。いらっしゃい。どうぞ。どうも。18万ちょっと足着てみようか。